はい、酒好きな俺の飲酒動画始めていきたいと思います。今回は、これ第3のビールかな。業務用スーパーで買ったんですけど。これなんて読むんだ。なんとかかんとかリッチ。ベリ、ギアン、ベリジアン、ベリジアンリッチか。アルコール度数 5%。原産国ベルギーです。ベルギーか。ベルギーなら割とまともなんじゃない？まあ、値段100円ぐらいだった気がする。ベリガンリッチ。ベリガンリッチ。多分外れてる。くぐります。それでは乾杯。うわどぎついな、これ味が。ブログにありました。最近ハマってるベルギー産のビール、これがうまい。それだけかよ。もうちょっとなんか味のなんか評価はないのか。いや、俺正直そこまでうまいとは思わない。いや、でもあれか。はい、今回のつまみは、夏だ、酸っぱ梅ムーチョ、さっぱり梅味。これ酸っぱいの大好きなんだ。小池屋の酸っぱムーチョ。でも第3のビールでこれだったら全然美味しい。よく考えてみると。これが第3のビールだということを忘れていたぐらいの味ですね。確かにこれ、第3のビールにしては味がすげえ濃いな。ものすごく。かなり味ですね。あ、うまい。もう一つのブログがありました。泡立ちはよく、ビールの色は綺麗なゴールドカラーです。香りは麦香が豊かで立ちが良く、オレンジやヨーグルト飲料のようなアロマが感じられます。嘘？嘘？あ、マジや。あ、ほんとだ。ヨーグルトっぽい、なんか。こっからこう香ると、あ、ヨーグルトっぽいわ。あ、ほんとだ。でも飲んだだけじゃ、だけだとちょっとわからない。味は甘みと苦味が混在し、複雑です。ああ。苦味はそれなりに強く、濃厚な甘みを引き締めます。余韻にも苦味がほんのり残ります。全体にボディが厚く、新ジャンルとしてはかなり重い味わいです。このあたりがベルギー産らしいような気がします。確かに。これ、
第3のビールでちょっとこの味はすごいな。まあ、うまいまずいは別として、すんごい味が濃いですね。濃いつか独特で濃い、なんかどぎつい感じの。日本の第3のビールって基本薄いですからね。薄い。ああ、でもうまいわ、これ。いや、スパムーチョね。スパムーチョ美味しいですね。うん、まあ、これはまあ、うん。まあ、ハマる人にはハマるんじゃない?このビールは。ハマる人にはね。ちょっとこれ、どぎついな、やっぱりな。外国だけあって。うん。それではですね。ちょっと今日から、まあ、話すことがないんで、俺的ゲーム速報アットジンという。まあ、ゲーム速報版みたいなやつですね。それを見ます。笑っていいとも本番中にタモリ連日消える。体調不良との声も。だって。これね、ゲーム速報って書いてありますけどね。ゲームのね、内容ね、あんまり、まあ、半々ぐらいですかね。ゲームもあるし、他のまあ、一般的ななんか、あれもあるし。先日、お昼の番組の笑っていいとも進行中に、突如いなくなったタモリさん。1日放送された、1日放送された笑っていいともでは、番組内のコーナー中にタモリさんが急に消えてしまったのである。嘘。カメラワークも不自然で、なぜか出演者のアップばかりとなり、タモリさんがいないことを感じさせないようにしていたようだ。その後の笑っていいともでも、番組中にふらつく場面や時折消える場面が見られた。そして今日の笑っていいともでも2コーナー出演しない場面が見られた。タモリさんは咳払いをしてふらついている様子を 見られどうやら体調が悪いように見えた。うん、まあ、毎日仕事やってるかな。休みなしとか、気違いやね、これ。とんだブラック企業やった。こんなの。ちなみに、ツイッターにね、俺、結構これでつぶやいてますね、この、俺的ゲーム速報陣から。とか、まあ、うん、まあ、ニコニコのあのニュースから、ね。今でも覚えてるゲームの裏技って何?まあ、いっぱいありますけどね。グラディウスで最初からフル装備にする裏技。上上下下、左右。BA だった。スーパーマリオブラザーズで無限1アップの裏技。これ裏技って言えるの?
これ裏技とは言えん気もするけど。ドラクエ4の各ファミコン版でのボス戦を有利にする裏技。これもいわゆる8回逃げるんだったっけ。そうすると全部開始になるってやつだ。ドラクエ4で大量のコインを入手できる裏技。これあれでしょ。6万何千何百何十何コイン買うにすると100円ぐらいで買えるやつですね。ポケモン赤緑で一気にレベル100にする技。これはいわゆるセレクト技ですね。ファイナルファンタジー3でアイテムがレベルアップする裏技。知らない。だいたい FF3 やったことない。聖剣伝説で宿に泊まらなくても回復できる裏技。知らん。マリオ64で、ショートカットする裏技。ああ。いっぱいありますね。郵便配達員。犬が怖かったため、その家への配達を2ヶ月間怠っていたことが判明。アホやろ、こいつ。わからんでもなくもないか。まあ、俺もちなみに犬大嫌いなんですけど。大嫌いってほど大嫌いでもないけどな。これ確かにわからんでもない。犬さ、まあ、たまにほら、なんかむちゃくちゃないやつおるやろ。その、結局飼い主には優しいけど、来るやつに対してはもうめっちゃ吠えるやつ。まあ、しかもめっちゃ怖いやつ。でっかいやつとか。あれ恐ろしいよな。もう確実になんか、損害賠償いけるんじゃないかって、噛まれたら。犬は嫌いですね。まあこれ、前言ったかもしんないけど、あの犬にね、まあ、一回、ちっちゃい頃、あの、チャリでこう、普通に道路を走ってたんですよ。道路っていうか、うん。そしたらね、いきなりね、後ろから犬がね、脱走した犬を、ドゥワーって来たんですよ。で、その、脱走した、その、飼い主が、あ、待てーとか言って、言ってるわけですよね。で、犬がもう、ものすごい勢いでこう来るわけですよ。で、俺はもう、うわーって思って、ダッシュして、チャリで。あれはもう、トラウマですね。あれ、普通に俺いたら多分、噛まれて、大惨事になってたんじゃないかって思うぐらいです。結局さ、で、俺、だから、前友達に、まあ、昔小さい頃、これもあれなんですけど、友達ん家行って、でね、わりかしでっかい犬が、家の中に放し飼いにされてるんですよ。ね？そんで、なんか知らんけど、俺が気に入られたみたいで、めっちゃなんか、俺になんかこう、ドゥワーってこう、こう、グワーって来るわけですよ。でっかいのに。
で、痛い痛い痛いって、爪が痛い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 ってなったりして、で、家の人はもうなんか、なんつうんだろうな。結局家の人ってさ、自分の犬はさ、何にもさ、相手に危害加えないみたいなさ、勝手なさなんかさ、まあ、いわゆる愛なんだろうね。犬が可愛いから、可愛くて仕方がないから、そんな、うちの犬が、そんなことするわけないみたいな。ドキュン、なね、考えを持ってるわけですよ。本当に。で、もうそれを何にも止めずに、なんか笑いながらこう見てるわけですよ。なんか微笑ましい光景だなと思いながらね。こっちとら、痛いっつうのって。ね、重いし、でかいし、怖いし。わけですよ。で、ある日、その家で、事件が起きたんです。俺がね、その友達に、テリーのワンダーランド、ゲームボーイのね、テリーのワンダーランドの、攻略本を、下巻ですね。いわゆる、作り方とかが載ってるやつ。下巻を貸したんです。ね。で、数日後取りに行こうとして、取りに行ったんです。そしたら、その友達が、ごめん。これ、うちの犬に噛まれてぐちゃぐちゃになっちゃったって言われて、差し出されたんです。それが、もう、本で、もう、ぐしゃぐしゃに噛み砕かれてて、もう、ひどいです。よだれと、ぐちゃぐちゃになって、噛み跡と、ブワーで。で、ごめんねって言って、でね、で、その人の母親が、ごめんねーとか、その人の母親がですよ。その人の母親がですよ。ごめんねー。うちの犬なんかこれすごい気に入っちゃってとかって言って。ごめんねー、ごめんねーって言うわけですよ。で、俺、それ、その本、1000円ぐらい出して買ってるわけですよ。ね。普通、親だったらさ、親のその子供の友達が、のものを、まあ、いわゆるぶっ壊したわけですね。器物損壊罪です。それなのに、弁償もしないし、ね。もうそのまま渡すし。これ頭おかしいんじゃないかと。子供ながらに思いましたね。まあ、もうその人とはもう縁切ってますけどね。うん。もう大体その友達、過去笑いは、あれですね。昔、まあ、かなりいじめっ子的な感じで。うん。あと、あれ、万引きとかもしまくってましたからね。うん、俺と一緒になんかコンビニみたいなとこ行って、スーパーかな行って、すると、なんかビックリマンチョコですね。あれを、ものすごい、カバンに入れまくって。で、俺が、やめなよって言うんですけど、
普通にもう、ぶわー入れてて。もうこれあれだなと思って。俺もなんか、やっぱ怖かったんでしょうね、割と。結構その人、弱い者いじめするタイプだったんで。うん。で、やっぱり、母親も、ね、ちょっと常識ねえなっていう感じはしますけどね。あれは本当に、ひどいですね。ほんと怖いよな、犬はな。猫俺大好きなんですけど、猫は大好きなんですよ。だって猫何もしないでしょ、基本。来客が来ても、友達が来ても、基本何にもしないでしょ。ね。犬なんてさ、もうまず、吠えるか、噛みついてくるか、引っかいてくるか、それのどれかです。ほぼ 100% 何もしない犬は、ほぼいません。俺の経験上、まあいないです。9割9分いないですね。まあ 0.1% ぐらいいるかもしれないですけど、1% ぐらいいるか。うん。まあそれは大概、じじ犬ですね。もう今にも死にかけの、もう早く死ねっていう話なんですけど。ね。でね、またちょっとその犬の話になると、なるんですが、俺バイトしてた時に、オタクを訪問して、そのオタクの、水回り関係とかですね。を、直したりする仕事をしてたんですけども。その時もね、当然ながら放し飼いにしてる犬がね、ワンサがいるわけです、そのオタクが。ね。マンションとかなのに、犬飼ってるわけですよ。普通マンションでほら、犬禁止でしょ？もうそれなのに、もう、普通に飼ってるんですよ。ね。で、腹立つのが、大概のね、犬飼ってるね、人間のね、結構当てはまるドキュンパターンはね、もうね、言っちゃうとね、だから誰か他人が来るでしょ？で、絶対それが犬にこう、犬がこう寄っていくわけですよ。ダダーって。で、それをね、やめなさい、やめなさいって。飼い主が犬にいろいろ言うわけですよ。ダメと。ダメでしょとかって言うわけですよ。はと。まあ、頭おかしいんか、こいつと。ね。人間じゃねえんだから、犬にね、やめろ、ダメ、なんて言っても、わかるわけねえだろ、と。ほんと腹立つよな。こっちとら犬が苦手な人間なんているわけですよ。ね。それなのにもう、ただ言ってるだけなんですよ。もう行動に出さない。こう、ガーってやって、もう完全にこう何か隔離するかとか、そういう考え一切ないんですね。もう見てるんですよ。見ながら、俺がこうグワーって、引っかかれながら、それを、ダメとか言って、ダメでしょとかって、ババアとか、ね、頭おかしいんじゃうか、あいつら。あいつらマジ頭おかしいと思う。
もうだから、それは、人間ではありませんよ。ダメと言って、やめるっていう犬は、まあ、いません。うん。相当忠誠心が、ね、高くなければ。そこら辺のマンションで飼われてる犬なんて、確定であれです。忠誠心なんてクソみたいなもんです。うん。クソみたいなもんですよ。マジで。うん。せめて、なんか、まあ、マンションだと不可能に近いけど、まあ、マンションだったらまあ、なんかどっかに鎖で繋ぐとか、すればね。まあ、それか檻に入れるみたいな、檻みたいな、なんかあれに入れるとか、あるけど。やっぱさ、普通はさ、まあ、一戸建ての庭に鎖で繋いで、で、当然その鎖は結構割かし短くてとかね。やっぱ来訪者がいるわけですから。うん。訪問してくる人間のこと考えて、ね。するべきだと思いますけどね。まあ、それがなってない人間が多すぎるということです。ああ。うん。で、それは、まあ、確かに犬を家族として見てるから、ということも、ま、考えられますけどもね。少なくとも犬は犬ですか。確かに家族として見てるかもしんないですけど、少なくとも言語は、理解できてません。うん。やめなさいとか、必死に言うんですよ。あのババアが。そこいらの、ね。オタクの。あいつらマジ頭おかしいかなって。何度も思ってます。マジで。マジ、気違いじゃないか、こいつって。だってさ、やめなさいとかって言ってさ、全然やめてないんだよ。で、俺もめっちゃ、なんかほら、犬にとってはじゃれてるでしょうね。でかいんですよ、大概。痛いんですよ。で、こっち仕事なんですよ。ね？こっちとは仕事で来てるわけですよね。それを理解してない。マジドキュンすぎる。本気で。おかしいよな、絶対。別にさ、お前の家にさ、遊びに来てるんだったらまだわかるけどさ。こっちとは仕事で来てんだよって。な？仕事の妨害されてんのに、ただ言葉でバーバー言うだけで、やめなさいとかって言うだけで、もう行動として移してないんですよね。本当に。あ、これ。うん。腹立ってくるわ。うん。まあ、大半、30以上のババアですね。うん。うん。30、40のババアです。間違いない。20代の人はま、そんなことしない。やっぱ若者の方がまだ、あれですよ。理解してますよ。ちゃんと引き止めますか、犬自体は。本当あいつらは、飼い主としてすると、本当にその飼い犬がちょっとね、なんか、傷害事件を起こしたら、ね、どうするつもりなんか、思いますよ。まあ、多分。大体、その対処の仕方の、
れもドキュンなパターンで。ね。私の子はやってないとかって言うんでしょうね。うちのワンちゃんは賢いからそんなことしない。絶対他人には噛まない。死ねえよ。まゆや。他人に噛まない犬なんていねえんだよ。アホ。ほんとさ、結局さ、自分のさ、自分が絶対噛まれないからさ、それは当然ですよね。うん。自分が噛まれないからって、全くその他人が来たら、ね、噛むってこと知らないんですよね。うん、マジ頭湧いてる。常識を知らなすぎる。まあ、という感じですね。なんで、個人的に犬がいる家には俺も行きたくないです。だから、この新聞配達員は、郵便配達員か。は、まあ、相当多分、何かの、相当なトラウマですね。確定でなんかもう俺よか恐ろしいトラウマを犬にされてきたわけですね。だからまあわからんでもない。わからんでもないけど、まあちょっと2ヶ月怠っていたってもうちょっと、あくまで仕事だからね。うん。まあ、わからん。え、まだ続きます。ちょっとまだ、今もう30分過ぎたんですけど。まあ、とにかく俺は猫が大好きだけど、犬大嫌いです。絶滅してください。あ、なんかさ、犬がさ、猫よく頭がいいとかって言うけどさ、全然頭良くないから。だって、事実やめなさいって言ってもやめてないから。しつけが悪いっていうのもあるけど。どうしようもないわ。中国の海水浴場、海水浴場がやばすぎると話題に。覆面姿で海を泳ぐ人たち続出。ああ、顔と、顔周辺の日焼け防止のためになんか完全になんか、あの、覆面で、泳いでる人いるみたいですね。すげえな。じゃあ海水浴なんて来んなよ。頭おかしいんだよ、こいつら。なんでわざわざさ、あの、いや、まあいいか。まあいいか、そこまでして海水浴を楽しみたいんでしょ。うん、すごいな、これな。まあちなみに俺の、あの、近くの、海水浴場は、もう海開きしましたけど、うん、まあ当然ながら泳いでる人誰もいないですね。
剛力彩芽さんが M ステに出演、生歌に感動した。剛力さん。これ本当生歌なんかな？てかさ、M ステってさ、生歌じゃないんじゃないの？ほら、誰だったかな？ほら、クロサギのさ、昔ドラマでやったクロサギの主演のさ、男のさ、人いたじゃん。あれマイク落としてさ、M ステでマイク落としてさ、それでも声流れてたっていう動画あるけどさ、M ステって何？普通にあれじゃないの？口パクじゃねえの？どうせこれ口パクだろ、これ。で、なんか、2ちゃんでは、なんか、かなり剛力彩芽さんのことが、まあ、かなり、なんか批判されてるようですけど、まあ、名前以外は別に普通じゃないかなと、俺は思いますけどね。うん。別にそこまで叩かれる理由は、まあ名前以外には。まあ名前で叩かれるのもあれだけど、まあ、とも思いますけどね。別に。まあ個人的に気になってる最近の歌手は、キャリーパミュパミュですね。キャリーパミュパミュが結構最近個人的に好きです。まあ、別に人間的には嫌いなんですけど、歌としては結構俺は好きですね。何が好きかっつうと、なんか、むちゃくちゃな歌手なんですよね。インベーダー、インベーダーとか。わけのわからんタイトルなんですけど、やっぱり声はすげえなっていう。声の歌唱力はすげえなっていう。いかにこう、なんか、あとやっぱり普通の歌じゃないので、今までにあるような一般的な歌とはだいぶかけ離れてるんで、そういう意味でもちょっと新しいあれではあるかなとは思うんですよね。歌唱力というか、なんかこの、あれっぽいよね。J-POP じゃなくて、何か別のなんか、あれっぽいですね。音楽の、ジャンルっぽい感じはするんですね。ただし、初音ミクは嫌いです。ボーカロイドね。ボーカロイドは俺嫌いなんで。
で、これなんて言うんだろうな、これな。ポリリズムあるじゃん。ポリリズムあれ好きなんですけど。ポリリズムだっけ？ポリリズム。あれ好きなんですけど、ポリリズムにやっぱ似てるんだな。あ、パフュームなんかこれ。パフュームのポリリズムに似てる。これ結構好きなんですよ。このなんかちょっと若干着替え的な音楽。これなんつうんだろうな、これな。J-POP じゃなくてこれなんつうんですかね。なんかあったはず。ちょっと忘れたけど。これなんか若干機械的なというか、若干というか半分半分ぐらい機械的音声の、完全機械音声のあのね、ボーカロイドとは違う良さがあるつうか、これなんつったっけな、忘れたな。ポリリズム、ポリリズムなんだっけ。ちょっとググります。ジャンル、そう、テクノップだ。テクノ。いわゆるテクノですね。テクノポップっていうジャンルの、まあ、音楽。このシンセサイザーがかなりね、効いてるんですよね。シンセサイザー。この結構シンセサイザーの音が俺結構好きで、なんですけど、ちょっとなんかゲーム音楽っぽいような SF チックな、ね、これ好きなんですよね。なんでキャリーパミパミもちょっとあの新世そのなんだテクノポップっぽい感じがあるんで結構好きなんですよ。ただし、さっきも言ったけど、完全なるボーカロイドみたいな 100% 機械音声は、あれはゴミですね。バッサリぶった切りますけども。なんか若者に大人気とかね、ふざけんなと、大嫌いですけどね、あれは。何がいいんか全然わからん。もう聞いててもだって結局さ、人間じゃねえんだからさ、何ってその結局ほらなんか歌詞とかのやつを、やっぱ人間が読むことに良さがある。歌うことに良さがあるんですけど、それを機械音声で読み上げてもらっても、ただの棒読みちゃんの、棒読みちゃんが、読んでるだけっていう、何も心に響かない。何も響かない。
このポリリズムは多分、テクノポップの知るきっかけになったいい音楽だと俺は思います。まあそれ以外テクノポップ聞いたことないんだけど、いいと思ったのはないんだけど、いろいろそのテクノポップでググっていろいろ聞いてみたけど、大して、いいとは思えん。のがよくわからないですね、結構ね。だから好きだから好き。嫌いだから嫌いっていう。だけです。あー、今日はよく喋った。うん。ちなみに、キャリーパミュパミュは、大体全体的にあれ、テクノポップだよね、あれね。キャリーパミュパミュはね。ただこの、さっき聞いた、パフュームのポリリズムに関しては、あれポリリズムだけですよね。パフューム全体は別に普通の J-POP じゃね。なんで、やっぱキャリーパミュパミュの方がいいかなと最近は思ってますね。人間的には大して好きじゃないですけど。キャリーパミュパミュは。でもなかなか、うん。俺結構ギャル系嫌いなんで、ですけど、キャリーパミュパミュは結構、好きですね。うん。ということで。これは、ブリリアンリッチ。これは三つ星。です。それではご視聴ありがとうございました。